今日体育のソフトボールでセーフティーバントしたら批判されたんですが、やめた方がいいですかね。やめた方がいいと思う。うん、なんかちょっと大人げないって言われんかった。まあ普通になんかクラスのネタ枠みたいな人がなんかイチローの真似とか言ってセーフティーバントやるんだったらおもろいけど、ガチ野球部がセーフティーバントしたらちょっとせけーって言われるかもな。それは言われても仕方ない気がする。俺前の家の時、これみんなに言ったっけ、前の家住んでた時、一番近くのコンビニで免許証俺コピーしたのね、コピー機で免許証で、それ置いて帰っちゃってコンビニに。で俺ツイッターの DM にこれってクリエさんですよねってそれ来たのよ。その事件があって以降、俺は家から一番近いコンビニに行けなくなったっていう。で俺の前の住所と年齢とか全部知ってますね、その人。でもマジで見つけてくれて本当に良かった。でもよくよく考えたら免許証ね、普通に金髪だから結構いかついのよ。まあ確かにパッと見たら分かっちゃうよなっていう。そうだから俺一人のリスナーに免許証を大開放しちゃってるんですよ。クレイさんのインターホン、ファミレスのベル、ファミレスのベルの音にしてるんですよね。実はうちファミレスやってて、はい、ファミレスの事務室で配信してるんですよ僕。でそれで言ったらファミレスなんで隣にあんのに毎日毎日ウーバー頼んでんのって話だよ。老婆のめちゃくちゃ物腰低い人だったわ。なんていうの、お姫様に私と結婚してくださいというばりにマックをこうやって膝ついて渡してくれた。おいしい。マジで王将持ち逃げ事件だけは絶対忘れないからな俺。2回持ち帰られたからね、2回。そう、あとカレーにチンゲ入ってた時じゃない、ココイチのカレーにチンゲ入れられてたから。そんなこともありました。